はい、皆さんこんにちは。今日からこのエンダーリリスというゲームをやってみたいと思います。このゲームはアクションゲームなんですけど、まあちょっと見た感じ綺麗だったのと、まあ日本語とあとコントローラー使えるのが、買った理由ですね。で、なんかちょっと動画っぽいのを見たんですけど、悪魔城ドラキュラですね。ファミコンとかディスクシステムにあった、ああいう感じのアクションだったので、まあちょっと面白そうかなと思って購入してみました。はい、で、これが主人公かな?主人公目覚めましたね。なんかちょっと廃墟的な。ダークホラー的な感じですかね。主人公は目を覚ますと。体は大丈夫そうだ。誰が喋ってんだろう。なんか魂が実物、実体化しましたね。この人が体を失ったのは巫女が関係していると。これ国なのか。国がなんか起きたんですね。で、この人死んだんかなんかで、この主人公も記憶を失ったのですかね。まずはここから出るとしようということで、まずは外に出ろと言ってるので出てみましょう。よいしょ。A ボタンがジャンプか。チュートリアルもあるんですね。X が攻撃。この黒騎士が攻撃してくれるのか。なるほど。よいしょ。奥行き的な感じで移動できるんですね。なんかいるな。危ね。すげえ飛びかかってくるな。いつ飛ぶんだ?危ねえ。すげえ危ねえな、これ。RT ですり抜け。緊急回避的なやつかな、これは。で、壁は登れるんですね。よいしょ。危ねえ。こいつ飛びかかってくるな。お、なんか来た。危ねえ。食らった。もう最終的にはゴリ押しかな。下と A ですり抜ける。危ない。いる。やべえな。死ぬぞ。とりあえずどっちだ。下と A でなんか読むって書いてあるな。イレーンの手紙ですね。巫女にお守りを渡してほしいと。あと、LB で回復と。回復しましたね。3回ぐらいまで使えるのかな?壊す。上のやつは壊せないのか。なんか出てきた。お守りのかけら。体力が増えるのか。なるほど。お守りのかけらを集めて、体力をアップするんですね。これ、当たりはするのか。で、あれか。何って読むんだ、これは。汚れ者かな?なんだろう?すげえ難しいですね。まあ、いっか。汚れを受けると、肉体意識の、意識魂の中にも、根源の魂を、肉種が体に出現する。なんか説明ですね。レストポイント。スキルポイントってなんだろう?回復しセーブされると。
まあ、いや、一応記録もしていきましょうか。オートセーブなのかな？おう。意識を持つの靴は切れる。浄化しないといけないのか。で、これか、スイッチだな。ああ、なるほど。スイッチをやると扉が開くんですね。なんかいるし。よいしょ。なんか落ちたぞ。あぶね。あ、これ、緊急回避使えばいいのか。空中でも3階までか。よいしょ。なんか普段はあんまり音楽がないんですかね、このゲームは。よいしょ。登って、結構上の方まで登れますね。うわ、来たな。よし。これ降りる。あー、こいつ倒せるのか？危ね。あ、これすり抜けていかないといけないやつか。よいしょ。危ね。左、なんかあるのかな？よいしょ。はい、こっちには何もないんだな。あ、ドアは壊すと。よいしょ。これ何し、あ、危ねえ危ねえ。下落ちたら死ぬのかな。あ、落ちないとダメなやつか。よいしょ。あ、ありますね、レバー。よいしょ。でも上登れんぞ。上登れん。どうすんだろうな。なんかいるず。でけえのいる、でけえのいる。ああ、なんだ。なんかわからんの食らった。魔法使い系かな。いや、普通に物理攻撃もしてきたし。やばいやばいやばい。死ぬ死ぬ死ぬ。死ぬ死ぬ死ぬ。はい、はい、はい。やべ。なあ、つえな、こいつ。ああ。よし、お守りのかけら手に、あれ、行き止まりだ。お守りのかけらは手に入れましたね。今のやつ、ちょっと強いですね。どうすんのこれ。やっぱ左か。よいしょ。緊急回避で避けるしかないのか。あ、こっから行けるのかな。あ、行けた行けた。隠れ通道みたいな感じかな。で、どうすんだ？こっちも行けばよかったかな。あ、ここですね。よいしょ。これ扉開いたので行けますね。2発か。よいしょ。人を狂気に起こし化け物に行くって書いてありますね。よいしょ。あ、取れない。取れないな。どっかから来るんですかね。あ、レストポイント休みましょう。出発です。んでどうすんだ？お、なんかいる。ああ、濃い毛刈りだ。気をつけろ。ボスですかね、これは。潰して、潰して、潰してと。ん？お、危ね危ね。危ね。なんかブンブンしてきたな。危ね危ね。意外と隙は多い感じですね。鉄球マンか。
うん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 、まあ、意外といけそうだな。ダメージゲージは2つあるな。危ね。よし、もうちょっとですね。半分削った。なんかちょっと攻撃パターンが変わった気がするな。何パターンかあるんですかね、攻撃が。あ、なんか、ん？おお、変身したよ。マジか。危ない危ない危ない。やばいやばい、それはこのまま避けるよな。おお、突進、この時に、なるほど、突進さえ気をつければなんとかなりそうですかね。突進もすり抜けれますね。でもそこまで強くないか。動きが止まった。今だ。なるほど、体力ゲージが上で、下があれかな、ダウンゲージっぽいやつかな。下をなくせば、ダウン、触れる、とりあえず触れる。下のゲージを減らすと多分相手がちょっと動きが止まるんですね。泉の白巫女様はなんとか、牛の汚らんものに対して唯一できると。なんか悲しいお話ですね。ちゃんが選ばれて、この子は選ばれなかったってことですね。死の雨という。なんかとっても悲しいお話ですね。守り人シーグレット、シグリッドか。これなんか、アクション、あ、二段ジャンプができるのか。あ、なるほど。記憶が倒すと浄化するんですね。あ、じゃあ、リリーがこれなの？主人公はリリーなんですね。倒してって記憶を一緒に共有できるってことですか。よいしょ。で、いいのかな？もういいのかな？よいしょ。あ、二段ジャンプはできますね。鉄球振り回せるって書いてあったけどな。しっかりと椅子が用意されてるんですね。あ、もう動けない。上と休み。スキルのセット。これか。なるほどね。よいしょ。
Y ボタンでも、Y ボタンで鉄球を使うんですね。よいしょ。あ、また勝手に動いてる。どうしたんだ？これは城かなんかの様子ですかね。とりあえずこの守護霊的なのが、まあ巫女の お供みたいな感じですね。優しき剣士みたいな、そんな感じですね。よいしょ。おお、なんかいるぞ。なんだろう、これ馬車かな、馬車なのかな。これも仲間になるんですかね。あ、もうでも死んでるのか。ゾンビ的な感じでいきなり襲ってきたりとかあるのかな。守り人のとこか。とりあえず進みましょう。ちょっとこの鉄球ブンブン使ってみたいな。よいしょ。あ、ブンブンした、ブンブンした。さっきの子はブンブンしてくれるんですね。なるほど。よし、2段ジャンプでだいぶ使いやすくなったな。鉄球ブンブン、どのタイミングで使うのがいいんだろう。こいつか、こいつの時か。鉄球ブンブン、あ、ザ、危ねえ危ねえ。よし、ザコン的にもダウンゲージがあるんですね。よし。なんで鉄球ブンブンはあと11回か。スキルポイント使える回数も決まってるんですね。白い花は回復ポイントか。満タンだからあれか、何もないのかな。あ、鉄球ブンブンダウンゲージすげえ稼いでくれるんだ。そっか。まあ鉄球ブンブン使わなくてもこれぐらいならいけそうですね。いっぱい出てきた。あ、なんか弓打ってるぞ。結構すげえ角度で打ってくるな。よし、危ね、微妙に避けづれえ角度だな。あー、逃した。これ上行けばいいのかな？やべやべ。ああ、敵にぶつかっても食らうんですね。よいしょ。おーおーおお。めっちゃいっぱいいるし。鉄球ブンブンの活躍する場所がある。よし。お、なんかあるぞ。これ、下どうやって行くんだろう。下いけないな。あ、いや、こいつ虫だな。お、なんか喋ってるやついる。よし、助けましょう。敵かし、まずいな。やばい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 。油断してると死ぬな。よし、倒した。はい、浄化しましょう。記憶が入るのかな。あ、スキルになった。スキルか。
セットしないと使えないんですよね。とりあえず行こう。これ下行けるのか。あ、水の中か。水の中だから特に何も。あ、勝手に進んだ。なんか来る。ボス？あ、さっきの馬車ですね。きっと昔仲間だったんでしょうね。よし、とりあえず、乗れるのかな。どうすんだ。馬車には乗れないですね。よし、ファストトラベルが解禁しましたと。行けますと。これか、さっきのやつは。液状の体で山に飛び上がり、着地時に飛散して周囲を攻撃すると。か。では、ちょっと早いのかな。まあ、やり方もだいたい覚えてきたところなので、一旦ちょっとここで終わりたいと思います。あ、仲間が出てきた。放置していると、仲間が実体化するんですかね。今回はこれで終わりたいと思います。皆様ありがとうございました。